listening to Shibuya Cross FM. グローバルレインボーサマリアLチャンネル、番組のパーソナリティを務めるなっちです。アシスタントのみきです。はい、今週はね、みきちゃんの週ということで、はい、今日はね、2人で進行していきます。はい、はい、うん、この間、先週さ、うん、なんかちょうどこのラジオ終わった後に出たら、うん、みきと、うん、あの彼女がさ、うん、外にいて、うん、そうなんかもう先週会ってるから2週連続で、うん、ね、先週はみきでも番組は出てなかったからね。ラジオはもう、うん、多分、なんだな、1ヶ月ぶりぐらいなんだよね。だけどなんかまあ先週ね、だから久々にご飯に4人でその後ね行って、うんうん、まあなんかなんやかんやね、いろいろ話してる中で、まあね、だいぶ順調にあの式の日程とかも決まってきてるみたいですけど、まあまあまあ、ね、ぼちぼち決まってきてはいますね。うんうん、うん、なんお互いどうですか。うん、もちろんね、なんかこの間ちょっと聞いたりとさ、この間もなんか聞かれたけどもちろんよ、誰がいや、なんかミキ、まあまあ長年さ一緒にいるけど、うん、そのイメージがね、うん、どういうドレスなのかしらと思ってさ、どういうイメージしてたの、まあ、ちょっとマーメイドドレスを着るって聞いたからちょっとあのなんか憧れ、ね、憧れだったのちょっとしたなのに、うん、猛反対するからまあそうね、私も、うん、あんた似合うわけないじゃないとまあ好きなの着ればいいんだけどさ、まあいみきはマーメイドっていう感じじゃないよねとか言ってね、なんだろう、なんか変な笑いだったよねいや、なんか冷ややか、マーメイドって言った瞬間のそう、なんかイメージにない感じだよね、普段、うん、普段さどんなイメージなの、まあ、クールではないんだけど、うん、あんまりこうキラキラなんかフリフリっていうイメージがないからさ、うん、ちょっとえ、ミッキーがマーメイドとはちょっと動揺はしたわよ、まあ、有名だったのよ、マーメイドというキラキラってね、まあまあ、そういう時に憧れね、うんうん、でもなんかそれぞれのライン綺麗だからね、ドレス選びってめちゃくちゃ悩むよね、うん、だけどね、うん、あの大変なことが起きてて、何何、マーメイドどころの騒ぎじゃないの今体重が増加してきててあらららら、もう多分ここ始まってから5キロぐらい太っちゃってて、うん、結構増えたね、全然わかんないけどさ、あのね、ここ1年で太っちゃったの。あー、まあまあ1年じゃないな、1年か、うん、うんうん、まあでもなんとか落とすしかないよねストレス太りかなって感じもするけどなんとか、うん、何のストレスかわかんないけどね、まあ、リビーのね、うん、なんかね、うんうんうん、太っちゃって太っちゃったよ、なんかご飯美味しいのよ、とにかくね、ゲイそれじゃん、うんうん、完全にそうだよ、ね、分かってるじゃん、分かってるの、分かってるんだけどさ、うんうんうん、どうにもなんなくて、運動だね、ジョギング、さっきもあのどら焼き食べてきたからね、見た そう、結構ね、あの和菓子が好きだからね、うん、ちょこちょこ食べて、あんことかでも結構糖分入ってるからね、うん、そうだね、うん、その辺制限しつつ、まあ式に向けてね、備えるって結構備え方は大変なんだよね、備えられてるのか分かんないけど、うん、頑張りますね、本当に少しずつ通してね、当日は楽しみにしてるんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、じゃあ番組早速始めていきましょう、はいはい、この番組は LGBT という性的少数者の人たちにスポットライトを当て、自分らしく輝いていけるというキーワードで毎週素敵なゲストさんと共にトークライブをお届けする番組です。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛するバイセクシュアルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生活することを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。ゲストコーナーの方では LGBT の当事者をはじめとするさまざまな個性的で素敵なゲストさんをお迎えしまして、 LGBT に関する内容にも触れながら楽しくトークライブをお届けいたします。この番組ですね、あの随時メッセージ募集してますので、ぜひ感想ですとかゲストさんへのご質問などお気軽にお送りください。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします。さて続きまして番組スケジュールです。この後にレギュラーコーナー LGBT インフォメーションがあります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなど様々な情報をご紹介します。続きましてゲストコーナーレインボーフレンズ、こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんをお迎えしてトークライブをお届けします。
今日お越しいただくゲストさんは虹色学校の青木美代さんです。はい、はい、もう番組 L チャンネルでもう3回目ぐらいになるのかな、うん、うん、結構過去にも2回ぐらい遊びに来てくれてるゲストさんです。まあ、最近の活動とかね、はい、いろいろなご活躍についていろいろ聞いていきたいと思います。はい、LGBT って何とか私には関係ないって思っている方もいらっしゃるかと思いますが、そういった方にも聞いていただけることでより素敵な人間関係の構築につながっていくと思うので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。グローバルレインボーサマリア L チャンネルはこの後7時50分までの生放送です。この番組は毎日笑顔生活を実現する LGBT 不動産サマリア社の提供でお送りいたします。上がれ虹色の旗掲げて
はともねで LGBTI その壁を越えてでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアエルチャンネル、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けしています。はい、さて続きまして LGBT インフォメーションコーナーです。今日ご紹介するのは、LGBT の その同意なき暴露を防ぐために条例などで規制の動きが出てきたというニュースについて、はい、じゃあミキの方からです。はい、性的少数者であることを第三者が本人の同意を得ずに明らかにするアウティングを防ぐ働きが広がっているようです。東京都国立市は4月アウティングを禁じる全国初の条例を施行、行為や悪意に基づく公表をハラスメントに当たると定めた大学もある。有識者は暴露は当事者の心を傷つけかねないと取り組みへの理解を求めています。本人の同意を得ずに暴露するアウティングの例としては、カミングアウトした相手が自分だけに留めておけないとして SNS などで周囲に漏らしてしまうこと、LGBT 当事者から相談を受けた人が〇〇さんも LGBT、話を聞いてみてはどうと漏らしてしまう場合などですね。で、自分の性的指向などを隠したい人もいるので、公表しない権利を認めてほしい。2017年5月、LGBT の権利保護を謳う条例案作りを進めていた国立市に対し、当事者から意見が寄せられていました。市は訴えに賛同し、条例案にアウティング規制を盛り込み、市議会で成立。罰則はないものの、性的指向や性自認を本人の意に反して、公にしてはならないと明記したようです。はい。はい、なるほど。ちなみに国立市ですね。あ、ごめんなさい。国立市です。国立市で、こういった動きが出ているということで、まあ、確かにね、アウティングっていうのはその、なんだろう、良かれと思って、なんかその、あ、じゃあ〇〇さんも同じ当事者だから相談してみればとかって、なんだろう、親身になってるからこそありがちなのかもしれないけど、それも本当はやっぱりね、漏らしてほしくない、信頼してるから、その人だけに伝えた情報だったりするから、そこはまあまあもちろん罰則とかはないけど、本当にそれが原因で、もう追い詰められて自殺とかも本当にね、ニュースでもあって、ね、例でね、ありましたし、だからまあそういった自殺防止とかっていう部分も含めてね、こういった呼びかけを行うっていうのがすごい大事なことだなとね。今もう国立市ってね、おかしな話だよね。今それでもう頭が真っ白ごめん、もう全く話が入ってこないという本当だよね、どこだろうと思ってね、国立市です、申し訳ございません。はい、失礼しました。はい、ということで、はい、以上ね、LGBT インフォメーションでした。はい、はい、じゃ早速ゲストさんのコーナーに入っていきたいと思います。それでは2曲目をお送りします。次の曲はキヨで We Are One。
ーバルレインボーサマリエルチャンネル渋谷市楽水館のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。それではレインボーフレンズのコーナーです。本日お越しいただいたのは虹色学校の青木美代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっとねお久しぶりですね。久しぶりですね。ねえ、もう前回来てもらったのが去年とかですよね。確か去年で、確か私がまだ大学院在学中の時だったんで、うんうんうん、もう卒業されたんですか、今年の春とか。3月に修士論文出して卒業しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。大学院って、ね、って感じよね。頭が良くないと入れない、ね、無縁だわ私には。私も無縁ですよ、もう大学すら行ってないからね。論文で泣かされてましたね。もうね、大変だっただろうね。大学の論文でも大変って聞くのにさ、うん、大学院の論文ってなんかもう学者とかそういう域なんじゃないかなっていうね。1週間くらい出れなかったんで、もう、そうなんだ。なんか寝るときもベッドで寝ずに、もうリビングの机の上に寝てとかさ、それで1時間起きたらパソコン打ってとか。うわー、もう編集者、ね、そうだよね、そうだね。いやー、そうなんだね、大変ですね。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、うん、ということで、ちょっと改めて、はい、NPO 法人の虹色学校を、はい、いろいろね、でもみよちゃんは活動されてるんですけど、はい、まあ、メインその虹色学校の方ということで、はい、まず虹色学校、ちょっと改めてどういった NPO 法人なんですか。はい、虹色学校っていうのは、はい、一応恋愛を中心において活動しています、うんうん、っていうのも、はい、恋愛には、うん、異性愛はもちろん同性愛とか他にもいろんな、うん、恋愛の仕方があります、うんうんうん、でそんな恋愛の仕方をもっと普及させよう、でもっとみんなが、うん、みんながその自分自身の恋愛の仕方を自由にしていいんだよってことを普及させるために活動しております、うんうん、でそのためにその中でも特に虹色学校が一番強いのが、うん、アセクシャルという分野が、特に強くて、日本でも結構そのアセクシャルに関してはすごい強い団体じゃないかっていうことをよく聞きますよね。ね、アセクシャルっていうと、まあ、聞いたことない人も、ね、いるかもしれないですけど、うん、恋愛感情をそのなんていうのかな、分かんないとか、はい、そういったなんていうのか、人を恋愛で好きになりにくいとかっていう、そうですね、恋愛をしないとか、しないとかね、っていうセクシャリティね、うんうん、まあ LGBT とかでかなりいろいろね、もう本当に分けきれないぐらいある中でも、特にそのアセクシャル、自分ってなんか、うん、その人を好きにならないんだけどとか、なんか周りにね、はい、なんかこう、恋愛しないのとか言われて悩んでる人とか結構虹色学校さんのサポートを特にね、うん、強くされているっていう。ただまあそのアセクシャルっていうのも結構やっぱり、まあ、多分 LGBT とかセクシャルマイノリティ全般だと思うんですけど、うん、アセクシャルって言葉自体がすごいあやふやな領域で、うん、なんかもうどれが正解か分かんないっていうのレベルで、うんうんうん、でまあそれをちょっと今後絞なんかそのなんかそのうちの虹色学校独自はうちの虹色学校はこういうふうに決めていますとか、そういうふうに決めていくと、うん、まあ、当事者の人も楽になるかなっていうのをやって今、うんうん、いろいろやっていますね。なんかコミュニティまあ活動もされたりとかね、はいはい、いろいろとしてるけど、結構前回前々回とで ね、お話伺って、はい、もう今回はその、まあ、みおちゃんでちょっとスポットライトを当てて、はい、まあ、最近はね、はい、また活動の幅も広がったということで、はい、虹色学校 その活動の他に何か最近始めたみたいですけど、はい、はい、一応これ先日一般社団法人結婚トータルサポート協会っていう協会があるんですよ、うんうんうん、でまあ、そこはもともと結婚式とか、まあ、結婚とかブライダル向けの協会だったんですけど、うん、はい、そこが LGBT 向けの、ビデオ教材の作成を始めまして、うんうん、その LGBT のことをきちんと知っていただくために、うん、e-learning 教材ですね、うん、の制作のアドバイザーをしてまして、うん、LGBTQ のアドバイザーをしていまして、うん、まあ、そこのコンセプトとしては、はい、当事者が生出演してるっていうのが一番のコンセプト で、うんうん、でまあ、実際すごくて、うん、今の段階で、うん、多分教材とか一番多いってさ、今のところで30人以上の当事者が出演してて、うん、しかも
うん、もう同世代の人はもちろんもういろんな分、うん、いろんな分野の当事者が出演していまして、うんうん、例えばその LGBT っていうところで、まあ、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーっていうのはもちろんその他もその例えば他にももうアセクシャルの人も出てるんですよ、うん、で、X ジェンダーとか、うんはいはい、他にももうなんか私も、まあ、どこ初めて聞いたセクシャリティみたいなところまで、はい、幅広い、うんですよね、そうなんですよ、うんうん、でそれで要はその教材なんですけど、うんまあ、多分教材 で今のところまだ30人なんですよ、うんうん、であのこれからどんどん増やしていく予定らしくてへーちなみに e ラーニングってなんかあんまりよく、はいはいね、分かんないけど具体的にどういう形式の携帯の仕事ですか結局はスマートフォンとかパソコンで見れるような感じで、はいはいはい、あのイメージしていただくなら結構ね YouTube とかで塾の、うんうん、授業の動画とかあるじゃないですかまあ多分こういうイメージまで言っちゃったらダメと思うんでまあその某有名、うんうん予備校の授業とかが YouTube で映ってるじゃないですか、うん、あれがスマホとかで見れるああいうのをああいう感じの教材を作ってるんですよ、そうなんだなるほどねじゃあ誰でもどこにいてもネット回線さえあれば見れるような教材っていうことか、はいうんうん、それを購入したりして、ねまあ、そのちょっとまあさすがにちょっと無料ではないんで、うんうんうん、有料ではあるんですけどそれを購入していただくと、うん、まあその多分結構網羅しちゃってるん でしかも時代とともに変えていくの で、まあ、すごい私自身も、まあ、その活動し始めて長いですけどすごい勉強になってるところがいっぱいあってあこれはすごいなと思ってか、ね、結婚トータルサポート協会っていうところだから、まあ、ウェディングについてその講師の方とかが LGBT と絡めてそのお話をされるっていうような、はい、まずその、ね、なんだろうそういう話もあるんですけど、うんうん、その前にまず LGBT とは何かあの基礎的に、うんうん、で LGBT は何かが始まって、うん、で実際に LGBT の当事者が何が苦労しているかとか、うんうん、何が辛いのかとか、うんうんはい、でそういったことでこういうこと言われて辛かったとか、うん、そういったことも話していて、うん実際にじゃあもっとこういう、まあ、制度だったりとか、はいまあ、公共の場でなんかこういうものがあると便利だなとかっていうようなお話もしてたりとか、はいまあ、そういうのもありますねじゃあ企業さん向けであったり、まあそのまあ、なんだろ う結構広い層に向けたそうですね、本当に、うん、結構知らない人に向けた、うんうん、って感じですね、本当にもう、LGBT って何それ美味しいのみたいな感じそっからね、まあ、そうだよね、食べ物ですか、うん、みたいな、うん、ねそういう人、うん、そういう人に向けて LGBT についてはこれを見たら分かりますっていうような、うん、ビデオになっていますビデオっていう言い方ちょっと今古いですけどイーラーニング、はいね、そうイーラーニングになっています、ねうん、ビデオそっかもう古い時代になってきたんだ、うん、そう言っちゃうけどね私今日はビデオ見るよとか普通に言っちゃう、もう今ブルーレイだしねブルーレイなんて見たことないまあまあまあ、まあ、そうねそうなんだね。なるほどね。かなりね、テンピロックね、されてるんですね。前回ほら来てもらった時は、ね、美容の会社を、はい、ちょうど2018年か、もう今年の春ぐらい、1個ぐらいからスタートしていきたいなっていうようなことをね、はい、話されていてっていうので、かなりもう、なんだろう、3本柱ぐらいでね、そうかなり活動してね。本当にね、美容ちゃんパワフルだなって思うの。なんか前もね、聞いた時に、その追求する精神がもうすごいって思ったのが、うん、なんだっけあの論文、はい、英語の論文かなんか読むために英語勉強してるじゃないけど、なんかそんなこと言ってたよね。しましたね、昔。聞きましたね、それ、前回、ねうん。もう英語が全くできなかったし、うん、大学生なのに中理英文法すらできなかったんですよ、うんそう。大学入って、どうやって大学入ったのか作りたいんですけど、うんうん、それをまあ、必死に英語、さすがに読まなきゃダメなんで、うん、必死に英語を勉強して、うん、最終的に普通にもう向こうの新聞の読めるレベル、どういうことなのっていうね、すごいよね。ねほらなんかこうちょっと留学じゃないけどね、うん、1ヶ月とかでも行って、うん、そしたらなんとなく耳が慣れてきて、うん、何言ってるか分かるようにはなるっていうけど、実際にこう読み
読み書きするっていうのって結構ハードル高いじゃない、はい、そこのハードルをね、努力で超えたよね。追求がすごいよね。すごいの。だから本当はあの、会った時にうちらはすっごいね、肌さ前よりめちゃくちゃ綺麗になってるよねって言ったの。きめ細かい。多忙な人に、多忙な割には全然肌が壊れていないというね、逆に綺麗になったんだけどっていう。そうだね、知りたいっていう。知りたいね、はい、その秘訣をね。え、なんか、うん、そのまあまあまあ前回も話聞いた時に、まあ、そのいろいろなあの化粧の仕方とかも、はい、やっぱあのメイクのね、はい、メイクとかも行かれて、はい、っていうのを言ってたけど、何かその後工夫とかいろいろ努力みたいなのがあって、その美肌なの？多分そうですね、うん、というのも、まあ、私自身が、まあ、3月に大学に卒業しまして、美容の会社を立ち上げるために今いろいろやってるんですよ、うん、で、まあ、その中でやっぱりその化粧品販売店をやりたいので、うんうん、販売店の、はい、販売店をやりたくて今、うん、で、まあ、友達と一緒にやろうってなってるんですけど、うん、まあ、そこに、まあ、売る商品を探さなきゃって言って、うん、厳選したね、はい、うんうん、でやっぱりあの、で、あの、まあ、多分ね、あの美容やってる人は結構、うん、美容業をやってる人は結構知ってると思うんですけど、うんうん、あの5月にあのビューティーワールドジャパンっていう、うん、その東京ビッグサイトあるじゃないですか、はいはいはい、あそこで6ホール、うん、6ホールかなぐらい使ってやる美容展示会なんですよ、うん、もう世界中から来るイベントで、すごいんですよ、ね、でも、もう全部回るのに 2,3 日必要で、うん、そうだよね、そうか、まあまあそうだね、一つ一つ一個の商品を見てってなったら、うん、ね、まあまあそんだけかかるんだね、うん、でも今回私2日間行ったんですけど、うんうんうん、はしょってはしょってそれなんで、へー相当ですね、うん、だってもう世界という、うん、まあ、まあ全国というか世界からも、うん、もうその美容業界のプロフェッショナルたちも集まるっていう、そうです、その美容業界で自分の会社で作った化粧品とか、うん、あとは海外から仕入れてる化粧品会社とかが集まってやるんですけど、うんうんうん、まあそこでね、まあ、ある商品と出会いまして、うんうん、で、まあ、なんかそれ、その商品でなんかあの、うんうん、まあ初め全然信用してなかったんですよ私で、うん、まあその、うん、これあれですか、芸能人の声名刺出しても大丈夫ですか？うん、大丈夫です。あの春菜愛さんいるじゃないですか、あ、うん、春菜愛さんが広告モデルをやってるっていう化粧品会社があったんですよ、へ、うん、まあ、うん、あ、それは気になるなと思って、うんうん、で、まあ騙されたと思って買ってみようと思って、うん、その1個いいかの買って使ったら、うん、もう次の日にすごい綺麗になってて、そう、はい、次の日本当に次の日そんな魔法みたいな、そう、あ、え、これこんなにすごいのって私も思って、化粧水とか、はい、そういうものって、なんか美容液ですね一番、次の日に効果出るのはすごいね、すごい、それはすごい、いや私もそこの人に、うんうん、次の日には効果出るからって言われて、うん、そんな化粧品で効果出ないじゃんって思ってたら、ね、そうだよね、言ってもねってなるよね、本当に効果あって、やっぱり春の愛が宣伝してる自信が、宣伝してるだけがあるわって思って、あー、いや、まあ、実効果実感してるって、うん、まあまあでもね、なんか疑いからかかっても、うん、実際になんかほら人によってすごく合うとかね、うん、はい、ちょっとなんかこっちの方が合うなっていうのがあるかもしれないけど、うん、もうめちゃくちゃ合うっていうのはすごいよ、ね、でも実際久々に会って、はい、キメが細かいから、うん、だからちょっと聞きたいよね、うん、聞きたかったんだよ ね、 ね、その辺、うん、え、そうなんだ、ね、まあでも、うん、なんていうのか、今そのすでに販売されてない商品、まだな、はもう多分韓国では販売されてるんですよ、うん、普通に、ただ日本だとまだ販売してないらしくて、うんうん、6月ぐらいに、まあ、出荷していきますって言ってて、うん、じゃあもう最先端の化粧品、美容液を、まあ、試供品として使ってみて、その結果がもうこの美肌に、うん、すごいね、ちょっともう入荷したらね、ぜひ教えてほしい、そうなんですよ、私、ね、ぜひここのは使いたいと思って、本当に、あららららら、いやね、でも本当になんかどんどんそういったこれぞっていう商品をね、はい、集めてって、まあ、今後ショップをね開かれる、そうですね、もう自分で納得しないと買わないんで、うん、まあまあまあ、はい、確かにね、はい、でも本当にそれでまたみおちゃんがこれ、はい、絶対これがいいっていうものをこう、なんていうのかな、例えば同じその MTF の子だったりとかが使ってみたいって絶対ね、はい、うん、思うと思う、だから本当にいいものを、うん、はい、うん、なんかこう、私使いたい、確かにね、うん、私もそれを教えてほしい、なんか肌って最近すごい、今までなんだろうね、もう適当にもうパパッとさ、あのクレンジングオイルすらも使わないで洗ってたけど、もうそれはない、荒れてきたの、それは嘘やっぱ年齢を重ねるとともに、うん、いや、やっぱ実際出てくるんだなっていうね、
のを感じてきたからこそ、ちょっとねその辺またねゆっくり教えてほしいなと、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺で1曲挟んで引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい。次の3曲目は宗像美紀でスタートライン。は宗像美紀でスタートラインでした。午後7時からお送りしておりますグローバルレインボーサマリアルチャンネル、渋谷シラックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。
改めまして本日お越しいただいているのは NPO 法人虹色学校の青木美代さんです。引き続きよろしくお願いします。ちょっとまさかの1日後にね、うん、効果を発揮する美容液っていう衝撃な話をね、はい、衝撃的だった ね、うん、ちょっとあの続きまして、はい、まあ、あのこの間最近のね美代ちゃんのご活躍ということで、はい、この間のなんかテレビにもねご出演されてて、はい、ちょうどリアルタイムで見てたんですけど、はい、あのまあ、番組名っていいのかなんですけど、レインボーフロプロジェクトプロジェクトということで、はい、別府ですよね確か。そうですね、あれ別府、ね、めっちゃ温泉気持ちよかったんですよねそれはね、うん、マジで日本のね、うん、名だたる名優の中の一つですからね、はい、でそこでまあその一泊ぐらいでなんかそのまあ企画のね、うんうん、撮影があってっていうので、はい、美代ちゃんちょうどそのフローのプロジェクトの中に、はい、あのニューヨークで映ってたんだけどね、うん、はい、そうニューヨークでやるかちょっと来てくれって呼ばれて、うん、あ、はいはい、分かりましたって言ってで LGBT の、まあ、いろんなセクシャリティの人たちが集まって、はい、ね、そういう企画されたっていうことで、はい、ね、どうですか、なんかその場というか、はい、まあまあもう放送されてるんで、はい、今だからこそ言えるっていうので、なんか雰囲気とか、ね、雰囲気、あのなんか私多分あの時に、あのまあ小学校の時を除いて、うんうん、生まれて初めて女性ボロ履いたんですよ、うんうん、で要は自分でカミングアウト、あの前は性同一性障害で女性として生きていきますってことをカミングアウトしてから初めて女ボロ履いたんですよ、うんうん、まあでも本当に女、すごいなんか不思議な感覚普段そのプライベートでは行かない、ね、行かないですね、もう極力行かないし、もう温泉行っても、うんうん、まあ、その個室風呂、うん、あのまああの部屋にお風呂ついてるところ、はいはいはい、温泉ってあるじゃないですか、露天風呂ね、うん、そう、そう、自分のなんかその借りてる部屋の外についてたりとかするね、そうそうそう、だからプライベートなとこしか行かないんですよ基本的に、うんうん、まあ、それとも気持ちいいとかいっぱいあるんですけど、うんうん、なんか今回初めてそのしかも行ったところが撮影地がそのなんだろう公共の、うん、公衆浴場、うん、公衆温泉かなあれは、あ街中にある公共 の、 その 大浴場みたいな感じで、そこの温泉に入らせてもらって、まあ、もちろんそんなの初だし、うんうん、でここにタオル巻いたのも初だし私まあね、普段家とかで入ったり、まあね、まあ、彼女とかとさ旅行行くときは別に巻かないもんね、そこに巻いて、そんなタオルをどうやって巻くねんって話だったそこからね、そこからだよねそこ、まあ本当にそこからなんですよ、うんうんうん、で入ったら、うん、はあこんな感じなんだと思って、うん、でも今まで体験したことないんで、うん、いろんなことが分かってやっぱりそれで、あ、はい、いや今まではじゃあその、まあ、そのなんていうのかな、うん、女性として生きるようになってからも、はい、やっぱそのなんていうの、こう風呂に入る 女子風呂男子風呂どっち入っていいか分かんないし、ちょっと居心地悪いから行くのやめようかなみたいな気持ちに今まではなってた、うん、そうですね、ただまあ私もね、根っからの温泉大好きなんですよ本当に、うん、やっぱり日本人としてはね、やっぱ温泉最高ですよね、うん、で、まあ、どうしても温泉入りたかった人がいない時間帯に合わせて行ってたんですよ、うん、で、まあね、まあ人が、ね、まあ、その瞬間にもう入り口の表記は見ずに、まあ、普通にまあ一応法律上の方、うん、法律上の戸籍上の方の性別に入って、うん、人がいない隙にバッて入ってバッて出たんですよそうなの、そうなのね、そう、でもそれこそ、でもやっぱり人がいたら、うん、あやめとこうってガラガラって閉めるんで、あーそっか、はい、まず確かにトランスジェンダーの方っていうのとさ、はい、なんか戸籍上の性別と、はい、あと体の、うん、何性別とか、はい、まあ、その見た裸だからその見た目とかっていうのをいろんなところでね、はい、あでもそっか、自分入ってその周りの人の目が気になるとかっていうのもあるだろうし、うん、あと見たくもないんでこっちからしたら、あ、あ、うんうんうん、あどこの人の体興味ないし見たくもないしって感じなんで、うん、でまあまあそのまあ、強いて言えばそ のれんは、うんうん、やっぱり入り口の男を女言うののれんはすごい辛いけど、うん、むしろそこ目つぶって我慢して入ったら中身はほぼ変わらないじゃないですか、うんうん、脱衣所なんか、うんうんうん、あ、それってか、それに聞いて、しかも温泉旅館によっては交代するんで、うん、男女が交代しちゃうんで、うんうん、そうだからのれんさえ見なくやったらいいやと思って、うん、そこでほど我慢して 入ることが多くて、でも
りと疲れたいじゃないですか、温泉。そうだよね、はい、だってもう、ね、あの癒されに行ってるのに、うん、なんかそこでちょっと妙なストレスを感じてって、はい、まあね、はい、なんか混浴とかだったら自分、はい、まあ、なんかあんまり気にせずに入れる、まあどっちにしても巻くわけだな、はい、だからね、結構混浴とかって思っても、うん、結局うちらが一番辛いのは脱衣所だったんですよ、ね、まあ、それこそまあ今回女性ボロで女性の方の脱衣所使ったんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっといろいろいいのかなっていうのも引っかかるプッシュいっぱいあって、うん、でまあそのいろいろ引け目を引け目っていうかその罪悪感みたいなのを感じちゃうみたいなのもあって、多分これ混浴になっても結局、うん、まあ、男女のその更衣室が別だと、うん、いくら仲が一緒でもその更衣室が別々だと嫌だなって思っちゃうんで、そっか、でもそこは今後ね、なんかまあ一つ課題というか、うん、そうだね、ね、みんなが気持ちよく利用できるような、うん、そのお風呂の形としてさ、うん、なんかまあ例えば脱衣所をちょっとこうパーテーションで仕切るじゃないけど、まあそういったことがで、ね、対応してるお風呂とかあったらすごく利用しやすいなっていうのとかもね、あるかもしれない、ね、あとあのプールのシャワー室みたいな感じにしてくれたらな、あ、はい、そういうのもあるね、うん、そうだね、はい、確かに、そう、それだったらうちらも嬉しい、そこでなんだか、うん、そのなんだ湯あかぎっていうかその水、はいはい、なんか水着みたいなの着て入れるところだといいなと思うんですけど、なんでお風呂に水着入ってきてくるの、そう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 、そうタオルとかだったらね、そうね、まあ何かそのタオルとか、うん、まあ、隠すのタオルに代わる何かがね、うん、できてくれたりとか、これからお風呂作っちゃえばいいんじゃない、もうみおちゃんが銭湯ケースか、あー、そういうのもありだね、今後のそのビジネスの事業の一つとして、ちょっと川口湖の方でちょっと本当私なんかちょっとあのお湯かき混ぜたりするんで、うん、あのあれ草津の、そうそう、草津のね、みんながバイトで入る邪魔くさいんだろうね、私一人でいてもちょっと早くこっち流してとか熱っとかするでしょすいません、話を、ね、まあ、確かにね、だから、はい、ちょっとお風呂っていうね、そこでまたその LGBT っていう、まあ、セクシャリティがあるからこそちょっと悩むポイントだったりとかでもあるな、すごい考えさせられるね、すごい素敵なプロジェクトだったから、そう、面白いプロジェクトでした ね、はい、これをきっかけに、まあ、そのほらストレートの人にとっても、はい、なんかなんていうのかな、あ、こういうふうにその脱衣所とか大変な思いしてる人もいるんだねみたいなふうに、はい、あとはそこのお風呂に浸かる、一緒に浸かるっていうところで、はい、その普段は接することないと思ってても、はい、またその輪が広がるというか、はい、ね、そうですね、LGBT って会ったことなかったけど、なんか話したら全然普通だねってなんか思ってもらえるようなさ、はい、そういう、ね、コミュニケーションが、ね、取れるから、うん、そこもまたね、一つ素敵な温泉のね、素敵なとこだなってすごい思いましたね、うん、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともうだいぶ時間もね迫ってきてしまったんですけれども、はい、みお、はい、ちゃんの方から今度、はい、6月30日にイベントがあるということで、はい、そうですね、はい、あの私とうちの NPO 法人にジャル学校の方で、はい、あの6月30日に、うん、アセクシャルの当事者向けに、うんうん、ライフプランナーによるアセクシャルの当事者のライフプランの講演、うん、講義をすることになりまして、うん、まあ、それは本当にもう、生命保険の会社の人とコラボして、うん、はいはい、まあ、どういった風、どういった生き方があるか、うん、どういったライフプランの仕方があるかってことを6月30日にイベントを行います、うん、で、まあ、イベントの告知がちょっとまだできてないんですけど、うん、まあ、ちょっと今度会議してどういうふうにやるかってことコンセプト、まあ、流れを作ったりしてやるんですけど、うんうん、まあ、はいはい、詳しくはね、多分近いうちにニジェル学校のホームページまたはツイッター、フェイスブックの方で告知をするので、なるほど、そちらに、はい、掲載されるということ で、 そうです、ね、はい、詳細はじゃあそちらをチェックしていただくという形ですね、はい、ライフプランっていうとじゃあその生活設計とかお金の部分とか、お金の部分とかですね、うんうんうん、まあ、確かにね、それは本当大事、やっぱ年齢何もまあ、10代とかってあんまり考えなかったりするかもしれないけど、はい、やっぱ早いうちから考えていった方が、はい、なんかどのくらい実際に生きていく上でお金かかるとか、はい、っていうのが分かるし、人それぞれ ね、こういう風にやっていきたいなっていうので、はい、ライフプランって全然変わってくるんだなって、はい、そうか、ね、こういう生き方もあるよって例を出すだけでも、うんうん、
あ、こんなのがあると助かるとか言うんで、うん、でも多分今回もしアセクシャルなぜかすごく好評であれば、うん、次回もう誰でも OK でその同性愛とかはもちろん異性愛、うん、いろんな人が含めてそういう人たちで講演もしようっていうことを今話し合ってて、うんうん、あ、はい、今回はそうかアセクシャル限定にはなるんですね、はい、そうですね、うん、でまあ、その次の機会に多分アセクシャル以外の人も OK なその、うん、講演をしようっていう話も出てるので、うん、もうそちらもね一応決まったらあのまたホームページとかツイッター、フェイスブックで告知いたしますので、はい、ね、かなり、まあ、今後のね人生を考える、ね、はい、うん、きっかけにしていただけるイベントだと思うので、はい、まあ、ちょっと詳細はあのおいおい、はい、虹色学校のホームページで公開する、はい、ということなので、ちょっと行ってみたいなって少し気になっている方は、はい、どのくらいに公開されますかね。いや多分ね、まあ、多分本当に早く買ったら多分来週には公開されるはずなんで、なるほど、はい、じゃあまあ6月に入ってからということで、そうですね、はいはい、虹色学校のホームページ虹色学校と検索して、はい、チェックしてみてください。はい、はいはい、まだちょっとねまだまだなんかいろいろとね美穂さんにはお話 ね、はい、なんかかなり掘り下げて伺っていきたいなと思ったんですけどちょっとね、はい、そろそろお時間になるので、はい、はい、またねどこかのタイミングで遊びに来ていただけたらなと思います。はい、はい、今日はねお越しいただいてありがとうございました。本日のゲストさんは N… あこちらですね、ごめんなさい、あとすみません、もう一つね告知したいんですよ。はい、先ほど言った ねやつこれどっち、うん、はい、はい、一般社団法人、先ほど言ったあの一般社団法人の方なんですけど、うん、あの https://connect.place 結婚協会スラッシュ、はい、のこちらの URL を、ね、入力していただく、こちらの方にね先ほど言っていたあのなんだろう e ラーニング教材の詳細が多分 6月下旬の方に発表されます。はい、できたらあのそちらの気になる方は6月下旬の方にこちらの URL にアクセスして見てみてください。はい、ぜひこちらもチェックお願いします。はい、はい、ということでありがとうございます。本日は NPO 法人虹色学校の青木美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは L チャンネル来週もまたお送りします。またね。